はい、というわけでですね、ゴジラボ本日お話しする内容は、昨日出ました映画シン・ウルトラマン特報第3弾につきましてですね、語っていきたいと思います。いやー、ついに出ましたね。今まで予告編全然出てこなかったんで、まあ、今回特報っていう括りではあるんですけども、まあ、ほぼですね、予告編に近いものだったんじゃないかなと思います。もう皆さん見ていらっしゃいますよね。いやー、公開まだ1ヶ月切ってますからね。もうあとちょっとですよ。もうね、今までも首を長くして待ってましたからね。本当に、はい、楽しみです。というわけでですね、特報ですが、まあ、長澤まさみのアップから始まりますね。あれがウルトラマンで、米津玄師さんの M87 っていう音楽がですね、バックに流れてまして、君が望むならですね。で、怪獣はこの国にしか出現しないんだって。あれは田中哲司さんの声でしたかね。怪獣、ちょっと漢字が違うんですよね。はい、だから、一般的に我々のこの、怪獣っていう概念がない世界観でおそらく描かれるんじゃないかなって。で、外星人でしたっけ？宇宙人とかじゃないんですよね。異星人とか宇宙人じゃなくて、外星人っていう、はい、そういう表現もですね、あるようでございますね。はい。で、初代ウルトラマンのその飛行シーンのオマージュみたいな、すごいかっこいい、アングルから撮ったやつですね。もうほんと、ああいうところもですね、非常に見どころではあるのですが、さあ、まあ、今回のその特報のですね、やっぱり一番話題になっているところは、ザラブ星人と、メフェラス星人の登場がもう、判明したというところなんですけども、これはもうね、ザラブ星人が出たってことはね、これは偽ウルトラマンが出るんじゃないかな、僕は思ってますね。これ非常に確率が高いんじゃないのかなって。で、この特報を見てたんですけども、なんか夜景のシーンにウルトラマンがその立ってるシーンがあるんですけど、あれなんか偽ウルトラマンっぽくないですか？いや、わかんないですよ。本当に一瞬の映像だったんでわかんないですけどね、あれがもしかして偽ウルトラマンなんじゃないのかなっていうところで、はい。でですね、山本浩二さんがですね、メフェラス星人の名刺を持ってくれて渡すシーンがですね、ありましたね。あの人がメフェラス星人なんですかね。はい。いやー、でもね、で、なんかベータカプセル、まあ、最後その長澤まさみがあなたの正体がどうのこうの言いながらそのベータカプセルを持って、なんですかね、劇中でその正体がだんだんバレていくっていう流れになるんですかね。で、こうやって変身してその建物からウルトラマンがバーンってところで終わるんですけどね。いやー、本当にこの30秒の映像なんですけど、はい、非常にですね、もう楽しみがですね、もうこう100倍ぐらい上がりましたね。はい。で、僕その今回米津玄師さんのその M87 っていうそのタイトルの、まあ、曲が、まあ、主題歌として使われるんですけど、まあ、M87 っていうのはその、まあ、僕は、まあ、巷でもよく言われてますけど、ゾフィーの M87 コースでしたっけ。はい。まあ、あれから、まあ、あれに関係してくるものという考え方をした場合に、ゾフィーも出るんじゃないか、まあ、初代ウルトラマン、まあ、ゾフィーがですね、最後Z の中に出てくるっていう流れになるものですからね。僕はね、オリジナルのゾフィーをですね、再現してもらいたいなっていう希望がありましてですね。っていうのが、ゾフィーってもともと、トサカの部分が黒いんですよ。はい。僕は動画でも実は上げてるんですけど、一番その、初代ウルトラマンの最終回第39話、さらばウルトラマンに出てくるゾフィーってトサカの部分が黒くて、でも映像の中じゃうまくそれがよくわからない状態だったんですけども、はい、実はよくよく見てみるとですね、はい、黒くなってます。だから僕はね、そういったオリジナルのところまで再現していただけたら嬉しいななんて勝手に思ってますね。はい。というわけでですね、もう皆さんムビチケ買いましたか？はい。もう本当に僕もまだ買ってないんですけど、ですね、お仕事の方もありますので、有給休暇のですね、申請をですね、今上げてますので、はい、これが通ればですね、初日の第1回上映、もうどうせなら僕 IMAX で見ようかなと思ってて、新宿の東宝シネマズ、まあ行くつもりだったんですけど、まあね、今ちょっと悩んでまして、池袋にあるグランドシネマサンシャインでしたっけ、あそこの IMAX って新宿の IMAX よりでかいんですよね。まあそこで見ようかななんて思ってますね。はい。というわけでですね、もうあと1ヶ月を切りました。シン・ウルトラマンの公開、もう本当皆さん本当に楽しみに、はい、もうこういう楽しみがあるっていうのは生活に張りが出ますからね、すごくいいことだと思います。はい、本当もういやー、はい、というわけでですね、本当楽しみにしましょう。はい、では以上です。